犯罪屁理屈誘導。お前には黙秘権もあるが、ここで正直に話すと刑が軽くなる。やはり黙秘か。素直に白状すると、情状酌量が望めるかもしれん。私は、やっていません。やっと喋ったな。で、なんだって。私は、人殺しなんかしていません。嘘をつけ。本当にやっていないんです。周りの者は、お前を正直者だと言っている。間違いないか。どんなに脅されようと、正直を通すのが私の本分です。じゃあ、お前が犯人だ。え。嘘をつけと言った後に、やっていないと言った。お前は、嘘をつけと言われて正直に嘘をついた。やっていないというのは嘘ということで、やったということだ。だから、お前が犯人だ。